彼こそ島津の屋台惚れ。武勇、教養、情、すべて一流の島津の元老、新色忠元。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり機構は、島津の元老、新色忠元について紹介していこうと思います。戦国時代の島津氏の快進撃は、当主島津義久とその兄弟あってこそのものでしたが、彼らを支えた有能な家臣がいたことも忘れちゃいけません。その中の一人、新色忠元は島津の大事な戦にはほぼ全て参加していた優勝です。一方、和歌を愛する教養人でもあり、敵に対しての礼や情を忘れなかった、まさに一流の武将でした。さて、彼の人生とは。島津忠義との出会い。忠元が生まれたのは大永6年1526年。新色氏は島津氏の所流であり、室町時代初期から続く由緒ある家柄です。しかし、忠元がまだ少年の頃、島津宗家は家督争いの真っ最中でした。その抗争の中で城を奪われ、彼は父と共に島津忠義、後の地震祭にお目見えします。忠義は島津4兄弟、義久、義弘、利久、家久の祖父にあたる人物。後に家督争いに勝利し、島津家の黄金時代を築いていくことになります。そんな忠義にお目見えした忠元、この時13歳。以後、彼は85歳で亡くなるまで島津家に身を捧げることとなるんです。この時の恩は彼にとって終生忘れることのできないものになったんですね。そして彼は忠義以降、高久、義久、義弘へと仕えていくことになります。ちなみに、忠義は4兄弟の才能をそれぞれ評価しましたが、忠元に対しても島津になくてはならない4人のうちの1人だと激賞しています。鬼のような大指武蔵。元服以降、忠元は島津家の主要な戦にはほぼ皆勤賞で参戦しました。その武勇は若い頃から評判で、敵将との一騎打ちに勝利したり、負傷しても戦い続けたりなど、島津家でも屈指のものだったんですよ。小柄ながらも鬼神のごとき武勇と称賛され、家中で武功者を挙げる際には必ず最初の指を折って名が上がるため、大指武蔵と呼ばれたそうです。武功のない時はない、そんな感じだったんでしょうね。一方、単なる武変のものではなかったことを示す戦の話もあります。天正2年1574年、牛根城の攻防戦は1年以上に及ぶ長期戦となり膠着しました。その際、忠元はなんと自ら人質となり、相手側との人質交換という形で城を開城させたというんですよ。ちょっと考えつかない作戦ですよね。人質になったのは長男説もあり、それだけではなく、天正9年1581年の水俣城攻めの際には、敵将と歌を交わしながら戦うという何とも風流な戦を繰り広げています。これについては後ほどご紹介しますね。天正12年1584年、龍造寺高信との沖田縄手の戦いでは、4倍もの兵力を持つ相手に島津軍は勝利。その中にはもちろん忠元もいたんです。この戦いによって島津氏は勢力を拡大し、九州統一も目前というところまでこぎつけたのでした。息子を亡くした長宗我部元親に詫びる。しかし、天正14年1587年になると、徐々に豊臣秀吉の手が九州へと伸びてきます。かつて島津氏が破った大友宗麟が秀吉に支援を頼んだためでした。
その前哨戦ともいえる辺津川の戦いにおいて、島津軍は長宗我部元親、信親親子や戦国秀久らと激突します。もちろん61歳になった忠元も参戦していました。この戦では島津家お得意の釣りの伏せ戦法が功を奏し、大いに敵方を破りました。敗れた長宗我部元親は将来を期待していた跡継ぎの信親を戦死させてしまい、後にこれが彼の暗訓化へとつながっていくわけですね。この時忠元は信親の遺体を引き取りに来た長宗我部家臣に対し、戦の常とはいえ本当に申し訳なかったと涙を流して詫びた上、僧を同行させて長宗我部の本国土佐へと送ったそうです。実は忠元も息子忠隆を3年前に戦で失っていたんです。だからこそ元親の心痛はよく分かっていたのでしょうね。こうした気遣いと情にあふれた対応は忠元ならではだったんじゃないかと思いますよ。九州征伐に対し徹底抗戦を主張。やがて秀吉自ら九州に乗り込み征伐の総仕上げとなり、島津川としては正念場を迎えます。勢い盛んな島津氏とはいえ、大軍で攻めてくる豊臣方に徐々に押され、形勢は不利になっていきました。そして島津の当主義久は降伏を選んだのです。この時義弘らなど徹底抗戦を主張する者たちもいました。その中には忠元もおり、彼らは義久の降伏後2週間ほどは抵抗を続けたんですよ。降伏後忠元は秀吉に謁見する機会を得ました。その時秀吉は忠元に、島津は降伏したがまだ戦うかと尋ねました。すると忠元は、私は武士ですから主が立つならばいつでも戦いましょう。しかしご安心ください、我が主は一旦主従の杯を交わした限りは裏切ることのないものですから、と答えたそうです。これぞ薩摩隼人の気概といったところでしょうか。負けはしたが完全に屈したわけじゃないぞというプライドが感じられますよね。そんなところもかっこいいと思います。老境に差し掛かり、武将としては一線を退く豊臣秀吉に屈した後、島津氏は朝鮮出兵に従軍しました。しかしすでに60代後半に差し掛かっていた忠元は留守居役として薩摩を守る方に専念します。本心ならばついていきたかったのかもしれませんし、実際行ったら行ったで突撃の一つや二つはやっちゃいそうな感じですが、そこはぐっとこらえて国に残ったんじゃないかと思いますね。忠元が出兵する義弘らに対して送った歌についていけない無念さがにじんでいます。あじきなや、もろこしまでも遅れじと、思いしことは昔なりけり。もろこし、中国にまで必ずお供しようと思っていましたが、それも昔のことになってしまいました。年を取り、忠義を尽くせないことが本当に無念です。しかしそれでも関ヶ原の戦い勃発時には忠元は武将としてまだまだやれるという姿勢を見せました。義弘が西軍として参戦したものの敗軍の将となって帰国してくると、近隣の加藤清正が侵攻してくるという知らせがもたらされました。それに接した忠元は直ちに鹿児島から自身の領地大口へと戻り、防備を固めたのだそうです。鹿児島大口の距離は約75キロ、老齢の身には決して楽な道のりではなかったはずですが、真っ先に主家を守ろうという彼の姿勢、やっぱり武将として一流ですよね。85歳の長寿を全う、歴代当主たちに惜しまれる。関ヶ原の戦いから10年後の冬、忠元は85歳の長寿を全うし亡くなりました。帰得の際は義久、義弘、忠常、義弘の実子で義久の養子らが兵役祈願をしたほど当主たちにも大事にされた人物だったんです。特に
結構冷酷で知られる忠常までもが平養を祈ったというんですから、本当に信頼されていたんでしょうね。忠元は長寿でしたが、先ほど述べたように長男忠敬を早くに亡くし、孫に上がる忠光も慶長8年1603年に亡くしていました。また慶長13年1608年には次男忠益にも先立たれており、きっと気落ちしていたのだと思います。このため忠元の後を継いだのは次男忠益の子である忠清でした。彼もまた祖父の武勇を受け継ぎ、島原の乱においては一騎勢の拠点原城に乗り込む武功を挙げたんです。忠元の死に際し、殉死は禁じられていたにもかかわらず二人が殉死しました。また殉死はせずとも自分の指を切って弔意を示した者は50人を超えたといいます。また天保15年1844年には忠元の遺訓を忍び忠元神社が創建されました。本当に島津氏にとって欠かせない人物だったと言えるでしょう。忠元の和歌のエピソード。忠元は武人ながら和歌に通じた教養人としての一面も持っていました。水俣城攻めで相手方の武将と歌を交わしたとご紹介しましたが、これは忠元が先に、秋風に水俣を釣る木の葉かなと上の句を読んで矢を追いかけたところ、敵将の引導頼康が寄せては沈む月の裏波と下の句をつけて言い返したということです。戦の最中ですが、なんとも雅なやりとりですよね。また秀吉に降伏した後の宴の席では、忠元がトレードマークの白いひげを持ち上げて杯を干したところ、それを見た知識人武将細川雄斎が花の下にて鈴虫ぞ鳴くとつぶやくと、忠元はすぐさま上髭をチンチロリンとひねり上げと上の句をつけて鮮やかに返したという逸話もあります。教養がなければこんなとっさの返しはできませんよね。さすがとしか言いようがありません。晩年の忠元は息子や孫だけでなく妻にも先立たれてしまいました。その春、彼はこう読んでいます。さぞな春、連れなき老いと思うらむ、今年も花の後に残れば。春よ、お前はさぞかし私を連れない無情な老いぼれと思っていることだろう。今年もまた花が散った後まで生き残ってしまったのだからな。連れなきを連れないと連れ合いのいないとかけ、花には桜と妻をかけているわけです。妻に先立たれたわびしい思いがにじんだ切ない一首ですね。この翌年、忠元は妻の後を追うように亡くなったのでした。まとめ。1、島津四兄弟の祖父忠義の時代から仕えた古参の家臣だった。2、大指武蔵と呼ばれるほど島津家で屈指の武勇を誇った。3、長宗我部元親の息子を討ち取った後、死者に泣いて詫びた。4、豊臣秀吉に対して徹底抗戦を主張し、降伏した際もプライドを見せた。5、年齢により一線を退くが心意気は現役と変わらなかった。6、85歳と長生きしたが、その死は主君たちにも惜しまれた。7、和歌に通じた教養人だった。戦国時代の島津氏の前世を支えた新色忠元、単に強いだけではなく敵さえ思いやる情を持ち教養もあったということで、とても魅力的な武将ですよね。こういう武将の存在が戦国時代をより面白くしていくのだと感じました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あと
こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。